あのですねユーチューバーやってる方はわかると思うんですけど自分のチャンネルにログインをしてトップページを開くとチャンネルのヒントってのが出てるんですねえこういうふうな感じあの場所を大体わかりますこういうふうになってるんですパソコン画面じゃないと見られないんですけどえこれでね <laughs> そのユーチューバーのユーチューバーとしての、えー、立ち位置みたいな感じに、ね、応じてその人に応じたアドバイスをしてくれるんですよユーチューブが例えばチャンネル登録者がまだ500人とかいない時にはあなたはまず視聴者のコメントに自分も返信をして一緒に仲間になり合いましょうとかそれからチャンネル登録者が例えば <coughs> 2000人 3000人ととなってくると、えー、みんながどういうものを、えー、もの求めているのかその動画の評価とかから分析してみましょう YouTube アナリティクスの,、えー、その分析をしてみようとかそういう風な提案レベルに応じた提案してくれるんですね私は一応これ鉄道チャンネルのやつですがチャンネル登録者、えー、現時点で7 6292人おりましてまあ一応一発の YouTuber ということになっておりますでそうすると例えば今の私にふさわしいアドバイスとしては、えー、ブランドと提携する準備はできていますか例えばあの企業案件でもやってみたらどうですかとそういうやつなんですけど、えー、こういうねアドバイスが、まあ、3つあま ぐらいいつも出てくるんですよで他には何だったかなもう忘れましたけど自分の、えー、プロモーションをもっとこういうふうにやってみたらどうですかとかねあのチャンネルを成長させるのに直結するようなアドバイスが3つぐらいいつも出ているんですがこれ見てくださいよサッカーの試合を楽しもうゴールブランドと提携する準備はできていますかな何だこれゴールゴールってこれな、まあ、めてんのかいつもだったらあれですよあの YouTube のチャンネルをこうもっと推進するためにこれこれこうすることがあなたにおすすめですみたいなことがここに書いてあるのにゴールって やめてんんのかと思うんですよね私一応これちゃんんと見てたでですけどねでこれはつまりどういう意味なのかとわけわかんないじゃないですかチャンネルのヒントに「ゴール」って書いてあって何をこれから読み取るというのかこれはおそらく YouTube からの影のアドバイスなんだろうと思っておりますけれどつまりはこういうことです。今 フはワーワルドカップをやっていますそして多くの人たちがワールドカップに注目をしていて動画を再生するような時間はありません、ねえ。あなたたちが今どんなに一生懸命動画を投稿しても無駄です。みんなワールドカップを見るんだから今は動画投稿にはそれほど専念しないでせいぜいワールドカップでも見ときなさいという YouTube から私たちへのアドバイスなんじゃないかなというふうに思っております。こう言うと 私があのワールドカップすごい敵視してるような感じになっちゃうと思うんですけどでも確かにこれは一理ありますねみんなワールドカップに興味があるっていうのはわかるんですよ私はそんな見ないけどでもオリンピックとかだったらね2012年の, <laughs> あのロンドンオリンピックとか私でもスポーツ全然興味ないんで毎日テレビつけて見てましたしね、えー、だからあのよくわかりますでもうこうなった以上はやっぱりね私も動画を投稿するのはとりあえず控えようかなっていうような気もするんですが先日1個作ろうと思っていたことがありましたえっ、ー、と <laughs> あれなんだっけ ポーランドと日本が戦っていってそれで日本がポーランドにまあ、負けてしまったじゃないですかでもまあギリギリ負けているんだけれどもでもあのまあちょっと細かいことは活躍しますが、えー、それでもしかしたら運が良ければあの1対0で負ければもしかしたら他のセネガルが得点しなければよそで試合やってるセネガルが得点しなければあの負けてもあの日本はえそのまま決勝に進めるかもしれないというふうになってたんですね <laughs> で下手に攻撃をするとカウンターやり返し反撃を食らってそれで日本に点が入るという可能性がありますんで これはもうセネガルが得点しないことを祈って日本としては攻撃をしないでもうあの負けるのは確定なんだけどでもいいや負け試合ねあの下手に攻撃をするよりも負けてそれであとはセネガルがどうこうする方がやっぱり確率が高いだろうということで戦わない選択をしたんですねでこれが結構のたかれたというか叩いている人もいたらしいんですけど実は私はそれどう思ってたかというとう別にいいんじゃないかむしろうね、うん、決勝トーナメントの,あの強豪国の面々の中に1つだけジャパンと入っていてね あの。No. 第二次大戦の時にね、英米を相手にして一応は戦ったそういう日本みたいな感じで、まあの第二次大戦が別にいいとかいう話をするわけじゃないんですけど、なんかこう、あの欧米列強に立ち向かうアジアの小国みたいな、あのその構造をまた私もね、こうパッと見たような気がして、おこれいいなというふうに思いましたし、その、もうどんな手を使ってでもそういうふうにねじ込んだということですごい西野監督とて人ですよね、すごい才能だなと思いました。でも、私はサッカーに興味はありません。あのないんですよ。実は、あの2016年の年の暮れにですね、えっ、ー、と、 なんだあの人はあのクリスチアーノ・ロナウドを率いるマンチェスター・ユナイテッドが、えー、来日して新横浜の球場で鹿島アントラーズとなかなかかなりの接戦いい戦いを繰り広げつつも、えーとえー、クリスチアーノ・ロナウドが、えー、3得点つまりハットトリックってやつですね、えー、それを決めたなんていう試合をですね実は私その球場の結構上のいい席から実はあのまあ、様々ありまして見ることができたりってしましてあの意外とねあのサッカーファンの人に自慢するようなネタはあるんですがでも <laughs> 基本的に私はそんなにサッカーファンではありませんでそういう人がね の偉そうに言ってると多分不愉快だと思うんですよねサッカーが好きな人はだから私はその動画撮ったんですけどでも出しませんでしたそれはいい選択だったろうなというふうに今でも思っております、うん、だって <coughs> 私だって鉄道マニアですけど、うん、鉄道マニアじゃない全然鉄道とかと縁のない YouTuber がねまあ,あの 鉄道オタクの趣味にいきなりウェーイとか言ってあの私の好きな例えば寝台車とかの間でなんか「あのうわはは」ハハとかやってたらちょっとそれはやっぱりあーんっていう気がしますからね逆にサッカーと縁のない私みたいな人間がですね偉そうにサッカー日本代表おめでとうとかそんな風にやってたら そうお前いいいつもサッカー見てななだろうという風になると思うととる思んで、すよで、あ YouTuber の良 you、ね、くないところはなんかね、あの大きいネタみたいなのがあると、ああのまあ名指しで批判しますけど、あのミズニアンチャンネルか柴田とかああいう連中ですよね、あの <coughs> 見ててですね、やっぱりああのあネタが落ちてる、よし、そのネタを飛びついて、それで再生数に変えようみたいなね、そう、魂胆が見える、これはね、良くない。YouTuber の目的というのはそもそも何なのかというと、再生数を伸ばすということだけじゃないです。あのいい動画を作って結果的に再生数が伸びるというのが、それが本来あるべき姿なのでして、話題になっていることに何でも片っ端 確かに飛びつきはいいってもんじゃないですよ。好感度が落ちるわけですね。実際、水にゃんチャンネルの動画とか、柴田の動画とか、もうこんなんばっかりですよ。いや、それはそうだ、バカめというふうに私としては思います。やっぱりサッカーが好きな方は、好きな方の中で楽しんでいたいというわけでして、そこにね、あの知名度があるからって言って、ど素人の人間とかが、いきなりこうね、終わって入って、すいません、ああ、良かったですね、日本代表、勝ちました、決勝トーナメントとか言ってたら、 ちょっと、ね、やっぱりね <laughs>、うん、だから私は単純にその時に日本代表があのヨーロッパとかそれから中東の強豪国に混じって決勝に進出するということが決まった時に一人の日本人として「おお!」というふうに思いました「おこれはすごいぞ」とあの本田圭介とか長谷部とか長友とかいう人みんなすごいと思いますよ大阪も確かに半端ないと思いますけどでも。 別に私は、その、それほどいつも応援していたわけではないのだから、やっぱり身の丈に合った応援とかね、そういうのをする必要がある。YouTuber としてみんなの前に出てですね、ああ日本代表うまくやっているぞというふうに何かアピールをするほどにまでサッカーを普段愛してはいません。そういうのをやれるのは、 あのまあこれこそまさにですねあのこれたまたまなんですけど捨てはげチャンネルとかねあの人前からサッカー大好きだし本人もサッカー上手いじゃないですかそういう人がみんなの前でサッカーのあの日本代表が実際に盛り上げているのをまた横でサポートしてです、ね、まさに一人のサポーターとして、えー、さらにみんなと、えー、喜びを共有するべきなんだろうなと思っておりますだから偉そうな人、えー、偉そうなってかあの全然サッカーに興味もないような人がサッカーあの,、ね、あのネタになってるからって言ってそれで話題に飛びつくのはどうなのか、まあ、再生は取れるかもしれないですよ というところしかも決勝進出でねあのすごいことじゃないですかでも <coughs> それに注目をしているからだから自分も取り入ろうっていうだけだとそれはむしろサッカーをバカにしているようなことになりますねいや本当に自分でサッカーの動画出さなくてよかったなと思うし YouTube のこのチャンネルのヒントっていうのはですね私さっき曲解しましたけどサッカーの試合を楽しもうゴールこれはつまり今サッカー関連でもう全部話題持ちきりだからあんたがやってもうまくいかないよってそういう意味なんじゃなくて私もね純粋にパッとこれ見た後でねでもやっぱり確かにサッカーの試合を楽しもうゴールっていうのはね 今確かにすごいことが起こってるわけでしょ私はど素人の私にだって分かりますよ。なかなか日本代表はすごいことやってるっていうのはあこれ何で指差して,てってあっちにテレビがあるからなんですけど。うん、だから <coughs> ここまで来るとですね、サッカーに興味のない私でもすごいと思えるぐらいにまで、えー、もう物事が運んできているわけですから、やっぱり私も一人の人間として、日本人として、サッカーちょっと見てみようかなというのに気になってきました。あのー、だから、皆さんはあのもっと詳しい方々の中で、えー、うまいところ、サッカーをお楽しみいただきまして、私もど素人なりにひっそりとあの日本代表を見ることにします。で 偉そうなことは申し上げませんのでみ、えー、みんんななででですね、えー、みんなでっていうのもおかしいけれど、まあ、日本代表それぞれの、えー、分に応じて、えー、応援できていければいいのかなとで、えー、また日本代表本当に心から応援しているようなそういう YouTuber の方とかはですね、えー、ぜひそういうあのいつもサッカー好きとかねあの別にワールドカップをネタにしようっていうんじゃない普通に、えー、サッカーを心から楽しんでいるような YouTuber の方はぜひその楽しみをですね本当に、えー、自分たちの視聴者とかと一緒に、えー、共有してもらいたいなというふうに思います。ままあ、まもらいたいいたとまでは言いませんけど共有 すするるととと良いだだろろううみんなななも幸せになるだろうなと思っておりますじゃあこんなところでした、えー、頑張れ日本代表って私がね言うのは偉そうですけどでも少なくともこれだけはいます日本代表の今回のあの戦いぶりはこんな全然興味を持っていないような私でさえもおっとちょっとねちょっとですけれどでも沸き立たせてくれるようなそういう素晴らしいものなんだろうなと思いましたご視聴ありがとうございました。